これが禁断の果実に手を伸ばした者に与えられる呪いか。呪いなどクソくらいだ。お前をこうして味わえるのであれば、そんな呪いなどは怖くない。これがお前の仕掛けた罠なのか。俺を舐めるなよ。お前の考えなど手に取るようにわかる。それを理解した上で踊ってやるよ。望み通り深くえぐって、お前のいいところだけ。いいな、お前も乗ってきたじゃないか。嫌いじゃないぞ、その貪欲さ。初めからそうしていればよかったものを。いや、違うな。お前がそんなはしたない女であれば、俺はここまでお前を求めなかったかもしれない。そうか、お前はここまで計算づくだったのか。まったく、恐れ入る。俺を溺れさせて、何が欲しい？この牙以外の何を求めるんだ？刺してきた。見えるか、俺の肩越しの月が。それとももうそんなものも目に入らないくらい感じ入っているのか。分かっていると思うが、覚悟しろよ。月が顔を見せるということは、俺の本能もより研ぎ澄まされていくということ。どうあがいても、俺を止めることはできない。こんな風に。好きなだけ牙を与えてやる。新しい俺が目覚めていくようだ。お前の血で俺は。自分の魂が擦り切れてなくなるほどに、その血を俺に与えろ。お前は、
俺だけの、俺だけのものだ。お前の欲しいものは何だ？今だったら与えてやろう。なんだ、唇を震わせて。口づけが欲しいのか。まったく、貪欲な女だな。なら、欲しいだけやる。休まれたなんて、まだまだ調教は終わらないな。これでは、キスよりもご主人様吸ってくださいと。お前が笑いながら言えるようになるまで、今夜は血を吸い続けてやる。もう覚悟はとっくにできているだろうが、夜はまだまだこれからだ。いや、もうお前はここから出られないのだから、夜が明けることはない。もっとも、もうお前も、明るい場所を歩けるような女ではないだろう。それは、さすがのお前でも、わかるだろう。来い。もっと深く、あるがままの姿をさらけ出せ。すべて受け入れてやる。お前は、俺の、特別な家畜だからな。人間の差がなど放棄して、そうだ、俺を求めるんだ。そう、そんな風にできるじゃないか。ああ、わかったよ。お前の望みのままに。これではどっちが主人かわからないかな。おかしなことだ。お前の血が俺をここまでさせている。それは嘘がつけない事実さあ。だから、もっともっともっと、体中の血を、俺によこせ。愛してやるから、永遠に、な。ずっと、ずっと俺の牙だけを感じていろ。